り出したいです。いらっしゃいませ。どうする？どれにしますか？どうする？やるじゃねえか。頑張ったね。お疲れ様。Been searching all along, come facing twilight.
な。なるほど。うんうん。
かります。よし、ではまた。マジかよ。何か用ですか？お？あのね。ん？ちょっといい？あのね、ん？
ありがとう。ちょっと相談があるの。私は生徒会長としての職責、嫌味とかじゃないの。でも鈴井さんや金城のこと従ってばかりの優等生じゃ、いざって時どうしようもないのね。回答団に入った以上、でも今まで見識を広く、まず第一歩として、でも私そういうのを、やっぱり確かにそういうのもちゃんと把握、それに生徒の実態把握、監視とかそういうのじゃなく、それに回答団に入で、さ、普段そういえば実は私、よかったらこんなことで見識が、よかった、じゃあ。ところで遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。銃でモニターを狙うの。もしよ、付き合って、やった、え、嘘、あれ自体はゲームだ。もしかしてテクニックは、普段行かないところに来たせいかな。なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。こういう世界もある。そんなこと、できればこうやって勉強以外の時間取ってもらう分、期待には応え、今すぐ何かで、君たちの怪盗行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化したものがいたから、そうよね。
我は何時、ちぎりはすなわち我、女教皇のペルソナの生誕に祝福の風を。あなたたちって金城の件で歓楽街に行った。私ね、今度は実はそう、まさかとは思うけど、もういい時間。ありがとね。それでは伺います。ご利用ありがとうございました。そんなことよりさ、あの金城純也が自首した上に組対が血眼で洗っても尻尾さえつかませなかった。どうだ、心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。
悪事を認めさせて罪を償わせても。あの子、怪盗団。クソ。さて皆さん、答えてください。これだ。いいですね。警察からの発表で警察の手柄になっているのが納得。でもネットじゃ完全一気に手のひら返しというやつだな。実は誠が目立つ場所に貼れって。さすが。でそのもしもし、私だけど。急に校長先生。でも大丈夫だから。それよりテレビで怪盗特集やってたわね。あ、ちょっと予告状のビラ。マジで。とりあえず今日はごめんなさい。誰だ。マジか。しかしこの騒ぎ警察。余裕だろ。そうなんだ。あの世界で金城が。そう、バレ。俺は気にしねえ。あいつので。そうならいい。にしてもこりゃ次日が。でも実際これだけ騒がれた。ここまで来ると下手な相手は選べねえよ。急ぐ必要はない。最初の鴨志田から数えればもう3連勝だろ。騒ぎが一段落するまでは静かに待てばいい。だったらまた撃っ。おっと、それもそうか。例のアタッシュ、あれやっぱ結構高い。やれやれ、静かに待つって話が。じゃあ今回はモルガナ抜き。何言ってんの。静かに騒げって。そう来なきゃ。じゃあマコ。あ、もしもし、マコ。どうかしたか。あ、聞こえてる。ユウスケとモルガナ以外は来週から目立たないつもりなら生徒会長としても見過ごせません。ひとまずおとなしく。うへ。説明してもらおうか。怪盗は正義である。書いた通りです。怪盗が誰か分かったの。いいえ、見当も。ただ前後の事実関係から彼らの主義主張には何ら落ち度はありません。したがって彼。そんなはずが。そんなはずがない。後輩が理事を務める大学にせっかくいい。必要ありません。実力でしょ。失礼します。おい、まだは。先生、私です。例の件。ええ、進展して。しかし先生ほどの方がなぜ。いえ、そんなつもりは。はい、もちろんです。あの、それでは失礼。
おかえり。なんか私はいいの。うん。ねえ、どういう、やった先に何が、苦しい受験に勝ち抜いても成功のためでしょ。この人、怪盗団が予告した、警察でさえ実態がつかめてなかったのに人格が変わってしまったとしか思えない。いいじゃん、捕まったんなら。おかげで誰の手柄にもならなかったわ。子供にはわからないでしょ。やっぱりこの事件を追ってたんだ。出世か、変わっちゃったな。でもねえお姉ちゃん。ああ、帰ったか。頼もしい仲間ができた。ご主人様、
おやすみ。バカ言わ、まさか新しく加わった仲間というのはまこと真実だけを。あのまことがバカげてる。君が逮捕された時まことも近くにいて、でも今思えば確かにあの子マコトの件はともかく、怪盗団以外に異世界を使う君の責任転嫁とも取れる言葉ね。でも正直そんな言い分を通す気なら今まででたらめを並べ立てた説明がつかない。二通り考えられる。あるいは君は私を信用するという、もともと心を盗む。いいわ、どんなに常識外れでもそれ、その代わりフェアにと。我は汝、汝は我、汝ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我審判のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力となる。よし、時間がないわ。次の標的の話に。
いえ、次の標的は向こうが先に怪盗団を狙ってきた。相手の正体はこれ、写真はなし。君の話が本当ならこれじゃどうやって狙うさ。店員が勧めてくれたやつだったんだが、そのプリンターじゃダメなのか。え？ダメじゃないけど違う？ちょっとかかるかもしれん。店番、もし戻らなかったら店閉めといてくれ。頼んだぜ。ったく、以上、金城容疑者の族、この事件怪盗団の犯行と言われていますが、手口は分かりませんが、他人の心をいじっているわけですから、これでは洗脳と変わりありません。なるほど。どうなってんのかしらね。何でしたっけ。悪い人たちを懲らしめた。そうかもしれん。ねえお兄さん、あなたも。私はほらこんな時間。おい、ごちそうさま。金城の件報告を受けてます。世直しなどという絵空ごと、怪盗団は本気で。おっしゃる通りです。大衆の怪盗団への支持、怪盗団の足取りに注目されて、例の世界が明るみに出る危険もありますし。実は彼の持ち込みで、直接対峙することなく廃人化の件を怪盗団の。やはりそうでしたか。それにしても先生、これほど入念の策で潰しにかかるとは。怪盗団では例の大掃除。世直しなんて大技、怪盗団には分不相。未来の総理である先生にこそ世直しをなす資格がある。
の件で今からそっち行くから。遊びに来てやったぜ。違うでしょ、テスト勉強、期末試験。はあ、なんで私。仲間なら当然だろ、教えてもらわねえと困るしな。あなたまでそんな。あいつ、はあ、前に来た時は聞けなかったんだけど、ここって何。ここ複雑。これ話していいんだろ。ひどい。俺もアンもユウスケも人一倍許せねえことがある。だからみんな。おい、我が輩を忘れるな。わってるよ。つか、誠にも許せねえこととかねえの。ふん。お、いんのかよ。それよりあまじゃあこあ、嘘。あ、この単語なんだっけ。フォビアだから恐弊所恐怖症かな。あんま言わないけどね。単語や長文は任せて、うん、英語とか勉強してもお前は日本うっ。これ作者の無理だ。ちょっとき以上、金城容疑者の続報でした。この事件、怪盗団の犯行と言われていますが、予告状がばらまかれた経緯もありますし、間違いないと思います。問題は怪盗団が具体的に何をしたかですよ。もし容疑者の心をいじったのだとしたら、自白。つまり怪盗団は心をいじることでありもしない罪を捏造していると。その可能性は否定で、確かに怪盗団は世の中の隠れ、でもそれがルール無視の勝手な行い。無法者ということ。ええ、悪人と何も変わらない。なるほど。なるほどじゃねえよ。なんで。言わせとけば私たちが正しいっては。街歩いてても掲示板も盛り上がってるし。街のチンピラぐらいで調子に乗るな。でかい口はもっと。また大物やる。最初からそのつもり。確かに考えておいた方が良さそうね。すぐ見つかんだろ。今なら負ける気がし。まあそれは多い。さて休憩。そういや打ち上げ。試験はどこ行くよ。目標あったら勉強はかどる気がする。前はホテルのビュッフェか。それ以来だな。どこがいいかな。ねえ、花火とかどう。そういや、そんな。いいんじゃない。
ビュッフェも捨てがたいが、夏の美を俺は取る。ただし、宴。浴衣？花火大会。んじゃ、花火大会で決定。良さげなの調べようぜ。その前に勉強でしょ。赤点取ったら承知しないからね。んじゃ、花火大会で決定。良さげなの調べようぜ。その前に勉強でしょ。Have no face to show. Please don't take off my
Around in front of